ご視聴ありがとうございます。金子麦酒。主にツーリングのチャンネル。ツイッターでは、金言麦酒等です。2022年5月25日の水曜日は、千葉県に行って、絶品の担々麺を食べて、ポピーを見てきました。今回はその時の動画です。まずは参加メンバーを紹介しますね。私、ロケット3。ウィズシ、バンディット 1250F。山本氏、マグザム。今回は以上の3台でした。前回の動画で友達を募集したから。今回はソロじゃありませんよ、かっこ、笑い。さて、本題に入りますと。この日は、9時50分頃に家を出て、首都高と常磐道などを走り、集合場所も兼ねていた、ランチのお店に向かいました。今回が2度目の訪問だった。このお店では、担々麺、餃子、それとライスを注文しました。それでは、いただきます。もちろん完食しましたよ。ちょうど1年前に初訪問して、担々麺が非常にうまい、と惚れ込んでこのお店。今回も最高でした。豆鉄砲。千葉県我孫子市柴崎台 2-6-21。火曜日が定休。お昼が11時30分から14時30分まで。夜が17時30分から21時まで。食後は、ポピーが見頃と聞いていた、あけぼの山農業公園、という場所に向かいました。話は変わりますが、映像の道路は、非常に長い直線が、北海道みたいで、爽快に走れましたよ。しばらく映像をお楽しみください。私が勝手に、プチ北海道と呼んでいる。このルートには、国道6号を走って、我孫子市内にある、青山台入り口という交差点を、北の方に曲がれば、行くことができます。
ここからは、あけぼの山農業公園の映像を、BGM とともにお伝えしますね。この日、あけぼの山農業公園は、ポピーが本当に綺麗で、花屋を営んでいる、同行者のウィズ氏が、これは素晴らしい、と、大絶賛していましたから、行き先を決めた私は、最高に嬉しかったですよ。この後は、買い物をするため、高速でワープして、東雲のライコランドに向かいました。ここでは、夏用のグローブを新調して、それから、前から気になっていた、ハムチーズのどら焼きを食べて、食べた後は、現地で解散してから、無事に帰宅しました。長距離を走ったわけではありませんが、担々麺が本当に美味しくて、ポピーが非常に綺麗で、北海道気分も味わえて、二人も友達ができましたから、かっこ、笑い。最高に充実した一日でしたよ。一緒に走ったお二方、お疲れ様でした。2022年5月25日、水曜日の、
動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、大歓迎です。